皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村ひとしです。いや、もう毎日ですね、ホールに行ってるんですけれど、ここのところずっとオス位置も快調で、勝率も高いんですが、昨日はですね、ノーヒットだったんです。でもね、このノーヒットっていうのも何があれかというと、今どの台にでもですね、先バレモードや先読みチャンスモードっていうのがカスタマイズであるじゃないですか。このカスタマイズをですね、打つ前に必ずやっているドンキホーテ。なぜかというと、僕のカニ歩きオス位置のもう一番のポイントは、座って何かがすぐ起きないともう粘るってことをやらなくなった。そのおかげで大金を使わずにですね、大きく勝つことができている、僕のカニ歩きの基本にですね、まるでもうメーカーさんが全て手伝ってくれてるんじゃないかっていうような先読みチャンスの時代がやってきました。まあリゼロなんかはですね、もう人気があってなかなか座れないんで、今日ちょっと座った時にまた座ってすぐポキュンってなって周りの人が一斉に見るんですが、外れます。もう外れたら僕はですね、深追いしないでやめていくんで、もうちょっと粘ったらいいのにとか思ってる方も多いと思うんですが、僕はこうやって、点々とホールやですね、台をカニ歩いて座るたんびにですね、先バレモードのポキュンやですね、あとアズールレインなんかはですね、あの先バレモード、ランプがピキューンって光る、あれもいいですよね。あと、サミーのですね、7つの大罪なんかも、あの大爆近辺がピキューンって光る、もうこのフラッシュがあるだけで本当に熱いんで、そういうのを目安にですね、座ってこれぐらいのことがすぐ起きなかったら、もう1000円2000円使うのもったいないなっていうカニ歩きをしています。まあそのおかげでですね、こうやって、きっちりプラスを残せていけてるわけで、皆さんもできれば参考になさってはいかがですか。まあ何か起きるのをずっと待つっていう、まあ1日勝負の方にはおすすめしませんけど、僕みたいにですね、本当に短時間勝負ですぐ台が答えを出してくれるっていうのをですね、メインにやってるパチンコ、まあパチンカーの皆さんにはですね、いい目安ができました。本当に先読み起きないと今の台って本当に当たんないじゃないですか。まああっても外れる。だったらですね、やっぱ当たり外れがはっきりするのが分かる 40% 前後の信頼度のこのリゼロのですね、宝玉ランプの、ポキューンと、あとアズールレインのですね、覚醒ボタンの光る、ピキューンだとか、あともう本当に7つの大罪のピキッとか、あの各ユニコーンもそうですよね。先読みチャンスがあります。まあそうやってですね、先読みチャンスですぐ反応があってすぐ当たるっていうのが、僕のカニ歩きの勝利の秘訣というか、今までのきっかけだったわけですよね。それが全てもう表にはっきり出る時代になったっていうことで、カニ歩きオス位置にはもうもってこいの時代になったなと、つくづくですね、もう各メーカーさんに感謝しているドンキホーテです。まあ長時間粘ったってしょうがない。何か起きるのを待つのではなく、座ったらすぐ何か起きる。まあ本当にびっくりするぐらいですね、座ったらすぐ何か起きるんですよね。昨日もですね、5回もですね、先読みの、ピキュンやポキュンを聞きながら、すべてですね、ちょっと激アツだけど、まあこれは当たんないだろうなっていう物足りなさで、全て外れてノーヒットで終わってしまいました。こういうノーヒットの外れ方なんかも一つの参考になるんで、マイナスの日もですね、非常に参考になるということも皆さん頭に入れといてください。僕のですね、細かい立ち回りや、収支データ、それからおスイッチ決まった、動画等はですね、スマホサイト谷村ひとしパチンコランドの方に登録なさって、今すぐチェックしてください。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。